いけたかな。すいません、今切れたみたいで。で、まあお好みの感じで粘り気を出して、粘り気が出たらここにお味噌です。どれぐらい、もう感覚なんだよな。とりあえず味噌、これが重要で、好きな人は白味噌でも、あの 赤でも合わせでも、ただ初めて作るなら絶対だし入りの味噌がいいです。だし入りの味噌だと多分楽に美味しく作れる。いい、うまそう。あんま見えてねえのかな。こんな感じです。こんな感じです。よいしょ。うん、いいね。で、意外と重要なのがお酒、料理酒を、で、お好みでここにね、梅肉を入れてもらいたいんだよね。俺最近梅肉にハマっててさ、厚揚げとかに、中に上に乗せる、厚揚げ焼いて、あの醤油の中に梅肉落として、ほー、食べるのがね、さっぱりしててね、実に美味しい。で、薬味最後、生姜です。生姜です。これはもう、お好みで。生姜はあんまり入れすぎるとちょっと生姜だけみたいになっちゃうから、完全にお好みで。すごい生姜見よう。よし、やめろ。が、いきまして、今日換気扇つけてないから本当に静かだな。横で梅肉を、はい、こうしたら、ごめんなさい、お皿で、もうお好きな形に丸めたりしてもいい。まあみんな食うから結構、あ、誤解に持っちゃおうか。なんかプルプルってしてます。そう、多分イワシがいいイワシだったから、その弾力が、わあ、さっぱりしてそうですね。乗っけまして、あ、誰か お客さんが来ましたね。はい、開けます。さんまさんの番組みたいな。なんか来ましたね。さあ、そんなこんなで、あとなんか上にパッて乗っけてもいいんだけどな。まあいいか、ハリノリとかあったら乗っけてもいいかな。まあとりあえずじゃあ、じゃん、なめろう完成です。よー、美味しそう。これを、あ、俺味見してねえわ。まあ多分平気だ。味見しよう。うん、美味しい。さあ、お、ゲストがゲストがのそりと入ってきたけど、今ちょっとあの料理の方が完成したので、え、もう、うん、あれ早いな。あー、でも結構経ったよ、配信開始から。ありがとうございます。
さあ、じゃあ、お邪魔します。ゲストの方は向こうに行っていただいて。ああ、そうなんですか。ええ、おう、これを、これがいいよ。ね、ゲストがいるんで、今日は4つです。ゲストっていうのは、なおくんとかはゲストじゃないの？もう、なんかね、もう違うみたい。いや、それ自分の判断でしょ。いや、もうほんとレギュラーみたいになってるから。よいしょ。そう、この配信で一番意味が分かんないのが、このハイボールを作るくだりを全部見せる。ああ、え、このシーン好きみたいな。このシーン好評なわけあるか。氷入れてるだけだぞ、おっさんが。おっさんっていうのは、おっさんだろう。もうよいしょ。あ、ハイボールってくるね。ハイボールセットとかね。セット、あ、映っちゃった。いや、顔は出てないです。顔は出てないです。顔なんてないですよね。どういうこと？千と千尋の神隠し見た？うん、見たよ、うん、あ、まあ全く関係ないんだけど。じゃあ何で言ったの？確かにいたけど、そんな。もう分かってる人もいるんじゃないですか。んすごい。うわぁ、何？告知したんじゃ。告知しましたよ。うん、うわい、うん、いい感じで冷えてる。あれ、もう一人は？もう一人がなんかね、セッティング中なんだよね。セッティング？うん、後で詳しく話すけど。ちょっとトイレが出てこないです。そう、まあ多分これ見ていただいてる皆さんはなんとなく分かってると思うんですけど。ほう、わぁ、いい音だな。じゃあこれを、はい、向こうに運んでください。はい、はい、俺手が咲かなくて。よし、よいしょ。これ、道具の忘れたの。これ、あそこ遊んでる。はい、あ、これグラスがあるんだ。よく覚えてんな。これ、佐野さんの色違い。あ、まだ部外者だったね。俺、これだよ。あ、どうでしたか。うん、そう、日によってにわかにポンコツじゃない。じゃーん、さん、ポンコツ好きなんですか。うん、あ、なるほど。はい、そんなんで、これどうしよう、4人、4人、2に縦に2列みたいな。あ、どうしようかな。お、あ、じゃあスペシャルゲストはここでいいんだよ。僕もそこ座っていいんですか。うん、いいんじゃないかな。あ、なんか不思議な空間だな。家でやってるってなんかすごいね。でしょ、うん、よいしょ。どうぞどうぞ。お邪魔します。はい、スペシャルゲストは夜更かしの会社の砂川くんです。あ、ありがとうございます。名前を噛んでいただいて。いえいえ、全然噛んでないですよ。、はい、噛んだうちに入んない。噛んだうちに全然入んないです。はい、というわけで、はい、ハイボールナイトを始めていきたいと思います。わ、まずはじゃあ乾杯。はい、乾杯。乾杯、乾杯、はい、なお久しぶり。なんか遠くないですか。ちょっと遠いね。プロデューサーみたいな距離。これがゴッホのグラスだよ。あ、そうでしたっけ。ポンコツだな。ちょっと浅田さんやばいっす、最近僕。何、本当だ。あ、もうなんか使っちゃってすいません。いや、ポンコツっぷりを、すごいですね、ポンコツっぷりをアピールすんな。ごめんなさい。で、乾杯。はい、乾杯。はい、ありがとうございます。はい、はい、久しぶりなの。女装ライブ以来ですね。ああ、ユーストでもやったの一回、マキオさん。